風が気持ちよく、いい夜ですね。お茶漬けが好きです。もしもし、大丈夫ですか？まあ、私は経験したことないので分かりませんけどね。もしもし、大丈夫ですか？私は経験したことないので分かりませんけどね。うん、うまく呼吸で毒の巡りを遅らせましたね。それができていなければとっくに雲にされているところでした。困っている人に救いの手を差し伸べる、それがこの部の活動よ。ようこそ奉仕部へ。歓迎するわ。困っている人に救いの手を差し伸べる、それがこの部の活動よ。ようこそ奉仕部へ。歓迎するわ。頼まれた以上、責任は果たすわ。あなたの問題を矯正してあげる。感謝なさ。人間の体の中には約37兆個もの細胞たちが毎日毎日。人間の体の中には約37兆個もの細胞たちが毎日毎日24時間365日元気に働いています。最後まで自分の指針であるお母様の言葉を信じる。一度落ち着いて。最後まで自分の指針であるお母様の言葉を信じる。一度落ち着いて。そうして対話を拒んで暴れていても疲れるばかりでした。ひどいと言ってるのよ。